ありがとうございました。送っていただきました。ここからぐるっとまたなかなか遠回りさせちゃってすいません。カタルンの駅まで送っていただきました。いいか、あ、2回戦ですね。で、もうそこが駅です。3度目のパッタルンです。私はなんかこういつ戻るとかそんな感じなんですけどね。あとで説明しないといけないですね。なぜ私が戻るようになったのか、わざわざパラダイスじゃなくて、今すごい判明したんですけど、スゴロクで4つ戻るとかそういう問題じゃなく、決定的なミス、時刻表の見間違いという決定的なミスを犯しまして、私、ですね、今日も新しい件で歌えないというですね、事態にですね、なってしまいました。大体戻るという考え方で、ね、ちょっとおかしかったですね。まあ、しょうがないですね、それは。自業自得です。とりあえず腹が減ったので、このお腹をなんとかしようと思います、まず。腹減かな。そうなったらなんか市場でガツンと食ってあれですね、もう引きつけるしかないですね。ちょっとミスりましたね。っていうか7、8、9、9日で14っていう形になるのか、ちょっと厳しくなってまいりましたね。なのでご飯食べます。で、日がどうでもいいです。もう腹減った。なんかさ、今日はもうずっと列車の中なわけですし、金もそんな使うことないですから、ここでですね、ガツンとなんかね、30バーツぐらいのものを食ってですね、ガツンとこう自分に景気をつけたいかなと、そんな感じもします。今日この頃つか生鮮食品しかねえじゃねえかよ。パッタルの市場に問いたい。生鮮食品はいいんだけど、あー、ご飯売ってた。これか、これにしようかな。よし、もう切り取った断崖の崖をバックにパッタルン駅の上り線です。焼き具ちょっと紹介します。今日のですね、ガツンと切った総額ですね、40バーツですね。まずはご飯10バーツ分にしてはちょっと少ないような気もするんですけど、で、これが、もち米と豚、揚げた豚、そして、これですね、はい、早く開けよう。開けよう、開けてんの俺か。片付けきついですね。じゃーん。でーん、じゃーん、じゃーん。サバ塩です。サバ塩20バーツです。まあ、ある意味、今日のご飯は、サバ塩定食、豚唐揚げサバ塩定食といった感じの大向きでしょうか。で、よし、以上です。食います。40バーツのですね、パッタルン、暴食パーティーが終了いたしました。えらいこうサバをですね、右手で掴んでる食ってる間には綺麗に食えてると思いでしょうが、それはそんなことはなく、僕のお友達がここでですね、僕の食えない食べ残しをですね、食べてくださってます。また食べる骨あんじゃん、まだ。ほら骨食べないの。骨新しいの欲しいんですか。わかりました、新しいのあげますね。これかな、はい。ちょっと骨っぽくないです。なんかしちゃってこんなに